はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、2月の18日の日曜日になるんですけど、さあ行ってみましょうということで、今日はね、ネタがね、もうこの雨なんですよ。雨降ってたらね、ちょっとネタ考えにくいんですけど、まあ止むこと信じてね、とりあえずね、今日はね、五移動行ってみようかなと思います。五移動で、五移動ね、五移動といえばもうパタパタがなくなっちゃったっていうのもね、あるんですけど集いのね、ニューラッピングもね、もしかしたらまだあるのかなって感じでね、ちょっとそれを期待してね、五移動行ってみたいと思います。ということで、五移動のリメイクバージョンになるかな。はい、ちょっと周りも広くね、見てみたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。雨なんすよ、雨はきちい。山と高田に到着しました。お、ここはまだパタパタが頑張っておられますね。ということでね、ここで急行に乗り換えましょう。傾き、次来る急行ヤギで見ましたが、ガードラー付きでしたね。前はガードラー付き。お、なんだこれ、すげえ、高田高校座布団作ってますね。素晴らしい。あったかそうですね。あ、ふかふかやん、結構いいね。ということで、今日日曜日、めっちゃ人少ない五移動に到着しましたということで、はい、五移動です。まあね、駅紹介1回してるんですけど、その時は確かね、五移動じゃないのに河原口っていう地名なのに五移動っていう名前なんですよみたいなね、そういう話をしたと思うんですけど、まあ、河原口というところにありますね。はい、で、五移動、まあ元々ね、五移動村だったらしいんで、まあ五移動なのかなという感じはするんですけどね。まあ結構ね、議論はしたはず、河原口駅と五移動駅で議論したみたいですね。
まあ、結局5移動で決着したということで、何が決定だかはちょっと記載はされてなかったんですけど、調べるとそういう情報でした。ということで5移動といえばこのね、車庫があります。これがね、新型集いでしょう。なんか柱が邪魔になってますけど、はい、こういう感じでねあります。ちょっとねあっちもまた行ってみたいと思います。今日は時間があるので。以前紹介した時ね、雨降ってたんですよね確か。だからそんな感じがしたんですけど、5移動の駅になっております。まあ駅自体はね2面4線の駅で、対比線アリーノって感じでしたね。はい、こんな感じです。で、パタパタがなくなったということで、これがね、ここ、はい、パタパタがなくなっております。学年が変わる際の購入には事前のウェブ予約。でね、5井戸はね、福明駅で、まみが丘ニュータウンって書いてます。はい、まみが丘ニュータウン 0.5 キロ。ぼっくりさんって何これ。ぼっくりさん、ぼっくり、ぼっくり、ぼっくりさん、ぼっくりさんじゃなくて、ぼっくりさん。ということで、こういう感じでね、新しくなってますね。はい、パタパタがなくなっております。といえばね、このね白とね黒の柱のイメージがありますね。でこの前にね、ここに青色が挟まってあるという、そんな感じのちょっとイメージがあります。学年が変わる際の購入にはシックな色でいいですよね。ウェブ予約が必要です。参ります。県線から金融線までお下がりください。途中の停車駅は大和高田、山田崎、お、ここも綺麗になってますね。新しいから綺麗やね、これ非常に綺麗ですね。なんかすごい色が新鮮、新鮮です。ロータリーも綺麗ね。綺麗じゃないけど大きいね。それなりに大きいですね。これ何なんだろう、これこのマーク、なんか非常口はこちらですよっていうようなマークですね。このバス森、バス森、バス森、すげえ。前ゴーリーとジョリー、ジョニーの唐揚げがあったような気がするんですけど、なくなってますね。あれ臨時店だったんですかね。前ジョニーの唐揚げがあったと思ったんですけど、はい、まあとりあえず車庫の方行ってみますか。こう見るとなんか駅名標識はすごい綺麗ですね。駅舎はちょっとね、ちょっと古くなってきてるんですけど、駅名標識だけめっちゃ綺麗、なんか最近買いましたよみたいな感じですね。なんかすごいお家があります。なんだこりゃ、ね、お殿様の屋敷みたいになってますね。自動車学校教習コースと建屋が違うんですね。葛城自動車学校、そうなんだ、葛城なんだ。はあ、
すごいよこれ、めっちゃ塀高いし、お殿様の住んでる家みたいな。前はね向こうをね歩いたんですけど、今回こっち歩いてるんですよ。まあ、くるっと一周できたらしたいなとは思うんですけど、9時11分発かな、伊勢中川。あ、集いちゃんいますね、なんかやってますね。まだ塗装してるのかなこれ、新集い。なんかね前試運転したっていうのがなんか出てきたんですが、まだ何かやられてますねこれ。この動画ねいつアップするか分かんないんですけどね、五移動の鉄道祭りも一回ちょっと行きたいですね。塩浜ばかりでこっち来たことないんでね、ちょっと一回またね時間があれば行ってみたいと思うんですけど。ほうほうほう、すごいね。まあ、今日2月17日なんですけど、25日やったかな、お披露目会かなんかなんですよね。はい、いいっすね。あそこで何かやられてますからね。あ、青のラインをこう引いていくのかな、扉の下に青のラインを引くのかな、そんな感じがしますね。この青のライン引いてますから、でこの横扉の青のライン引いてますね。こっちはまだ引かれてないですね、こことか青のライン下にないんで。はい、こんな感じで。試運転はしたけどまだ塗装中ってことなんかな、そういう認識でいいのかな。さあ、いつもね五移動乗ってるとね気になる車両がこれですね。このなんか落書きめっちゃしてる車両、なんだこれはって感じですね。これいつも単品でありますから、非常に気になる単品でございます。さあ、伊勢志摩ライナーがちょっとね壁に隠れちゃってますけどね、前の鉄道祭りの時ずっと2両編成だって、面白い編成だなと思ったんですけど、今はちゃんと6両ありますね。なんかめっちゃ優雅だなこれ、すごい優雅。優雅というかほのぼのしてますよね。あ、 JR 和歌山線ですね、すげえなここ近鉄の橋梁の真下にこう踏切があるんですね。はあ、素晴らしい。なるほど、こういう感じですか。いいっすよねここも。なんかっていうか、これ
近鉄下田駅じゃないんですか。下田の方が早い。なんか下田駅っぽくない、これ。駅なんかな、駅っぽい気がする。ちょっとこっち歩いていくか。はい、ということで五井道から近鉄下田駅、五井道から近鉄下田駅にご移動します。すいません。すごい大きいマンションだな。すげえな。しかも車通りが多いですね。すげえなこれ。ここは通ってもいいのかなこれ。ここなんか通路にはなってますけどね。なんか来てますよ。この光景めっちゃええな。この駆け上がっていく様めっちゃいいっすね。さあ、ということで近鉄下田駅、下田駅に到着しました。ということでここで終わりにしましょうか。はい、ということでですね、今日は五井道の駅を、紹介しようと思ったんですけど、車庫歩いてた下田の方が近いということで近鉄下田まで歩いてみました。いかがだったでしょう。見たかったのはそのパタパタがなくなったところと、新しい集い、まだ塗装中でしたね。今日12月18日なんですけど、まだちょっと扉の下の方は青のライン引いてたんで、まだ塗装中かな。ただもう1週間後にはね、青山町でお披露目会もあるんでね、もう9割区分できてるような感じでしょう。はい、ということでね、またね、こうやって探索してみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。